まだ本調子じゃないでしょうに。いえいえ、もう大丈夫ですから。いただきます。最高。お料理上手で、ゆりえも鼻が高うございます。私はこんなに気の利いたもの作れないものを。私ね、料理は本当にダメなの。小学校でもね、料理の成績はからっきして、しょっぱすぎたり辛すぎたり。意外です。嫁ぎ先でも大変でしたね。では本当に後悔してるんだから。私の人生で唯一の後悔、私が結婚したのは17歳の時。政略結婚は覚悟していたけど、幸せだったわ。夫は優しくていい人でね、夫の家族とうまくいかなかったの。夫はよく慰めてくれたけど、大喧嘩の末離婚が決まったわ。実家に戻って頭が冷えたら、ものすごく後悔したの。結局私にとって一番大切な家族との暮らしを失ってしまった。それが葉月さんの後悔。自分の欠点から逃げないで克服しようと頑張っている美代ちゃんをとても尊敬しているわ。私みたいな後悔がないように、美代ちゃんはこれからどうしたい？私は旦那様にふさわしい妻になりたくて。美代ちゃん？はい。どう生きたいかなんて今まで考えたことありませんでした。旦那様のおそばに、ここにいたいのです。あなたにこんなに思われてるあの子は